カマバリ仲間のおすすめ、今日は八王子ラーメンを代表する老舗ミーミーラーメン本店に行ってきました。いろいろメニューがあるんですが、私は今日はこのネギバラチャーシューメンマの並をいただきたいと思います。こちらのオーブンはなんと昭和57年だそうです。八王子ラーメンという正確な定義がない時代から今のスタイルで営業していたという八王子ラーメンの老舗店なんですよね。結構この濃い色味、醤油ベースなんですけど非常にコクがあります。先代から受け継いだ秘伝のタレに豚バラ、香味野菜のスープで絶妙なコクが生まれた醤油スープ。丼の中に埋もれているこちらの麺は本当に綺麗に盛り付けられていて、昔から変わらぬ細麺タイプでコシがあって、ミーミーラーメン本店の特製スープと絡み合い奥深い味となっています。口の中でホロホロと溶ける超柔らかチャーシューは国産肉を使用しているそうです。この玉ねぎが乗ってるのも特徴ですよね。季節によって旬の玉ねぎを使用しているみたいです。歯ごたえを楽しめて、玉ねぎの味をスープにとろけ甘みを出しています。こちらの店は2013年に第3回八王子お店大賞を受賞、そして2014年にはね、63万人のレビュアーに選ばれた至高の名店食べログベストラーメン2014を受賞した、八王子市民なら知らない人はいないと言われている名店です。一回ね食べたら癖になる味ですし、八王子市民だけではなく遠方からも訪れるミンミンラーメン本店のファンも多くて、連日行列ができる名店なんです。今日もね日曜日の12時前に並んだんですけど、そうですね、40分ぐらいは並んだかな。とにかく地元の方と、あとは遠くから来た方と、あとグループ5名とか6名の方もいれば、あとバイカーの方が、結構乗りつけてきてとか、いろんな方がいらしてました。お店の中の店内は創業当時から変わらぬ風情の雰囲気のお店ですね。結構あの座敷畳の方のエリアだとテーブル席なんですけど、だいたい18席ぐらいあるので結構広いんですよね。あ、でこういった調味料、これは、豆板醤なんですけど、他にもニンニクとか魚のパウダーっぽいものとか味変になるようなものがあって、豆板醤はピリッと辛口が効いた感じでアクセントになるので、途中でつけて召し上がるとまたこれはこれで非常に美味しいですよ。ちなみにこちらのミンミンラーメンの、一番人気はネギバラチャーシュー麺の並が一番人気みたいです。脂身のね乗った柔らかいバラチャーシューにシャキシャキの長ネギ、それがね特徴で、長年多くのお客さんの舌を鳴らせてきた大人気の一品みたいです。皆さんもねぜひこの八王子ラーメン、ミンミンラーメン本店に行ってみてはいかがでしょうか。一度試してみてください。